はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、アメイズメントというテーマご存知でしょうか。皆さんはアンチスペルイベントが発表されまして、なんかそこのレンタルデッキにもね入ってたんで、まあ、ちょうどいいかなと思って、ご紹介していこうかなと思ってるんですけども、このねアメイズメントっていうテーマ、どういうテーマかっていうと、トラップカードを使って、相手のまあ動きを、まあ、抑制していく、いわゆる罠人と言われる、罠ビートと言われるねテーマになってるんですけども、世界観としては遊園地をこの支配人が経営していて、でその、遊園地はトラップカードなんですけど、この遊園地のアトラクショントラップカードを、相手のモンスターに装備したり自分のモンスターに装備したりして、でそのトラップカードの効果を使って戦っていくっていうテーマになっています。で、まあ、モンスター効果はね、このアテンダントと支配人がまあ強いなっていう風に思ってるんですけども、このアテンダントっていうモンスターは、召喚に成功するとデッキからアトラクショントラップカードを魔法トラップゾーンにセットすることができると、まあ、好きなカードを、ね、セットすることができるっていう、だからまあプラス1アドになると。でモンスターに装備されているアトラクショントラップカードをなんか相手に、付け替えたり自分に付け替えたりできるんで、結構困りが効くという感じですね。でなんで付け替える効果があるかっていうと、このトラップカードが全部アトラクションになってるんですけども、このアトラクションが全て自分のモンスターに装備されているか相手のモンスターに装備されているかによって効果が変わるんですよ。だからこの効果をなんかうまいこと使っていくために、このフリーチェーンのね、装備を付け替えるみたいな効果があると。で支配に何してるかっていうと、トラップカードが発動すると手札から出てこれて、で、特殊召喚、召喚に相手が成功するとそいつにアトラクション罠を装備できるっていう、これも一応ねアドバンテージが稼げますんで、まあこの効果を使って例えばホラーハウスとかをね相手のモンスターに装備したりしていくっていう感じになるんですけどもね。でアルレキーノが一応除去効果を持っていて、一旦一度自分の墓地から、これ起動なんですよね、自分のターンしかつかないけど、自分の墓地からアトラクショントラップカードを除外すると、除外した数だけね相手のカードを破壊できるよっていう効果があるから、まあ、要は先行でトラップカードを敷いて、で相手の動きを抑制した後に、まあ、3ターン目以降アルレキーノの効果を使ってトラップカードをコストに相手のカードを破壊して、まあ、殴っていこうよみたいな感じのテーマになっています。でトラップカードがじゃあ何をするかっていうと、アトラクション今回、まあ、いくつかあるんだけど、今回まあ一応使えるかなと思った、全部で4種類を採用してきました。で一番強いなと思うのはこのアメイズアトラクション、ホラーハウス、お化け屋敷ですね。これは、自分のモンスターに装備されていると、まあ、無限保養の効果、相手のモンスターの効果を無効にできるっていう無限保養みたいな効果を発動できるっていうのと、あと相手のモンスターに装備されていれば相手のモンスターを守備表示にできるっていう効果があるので、これを使って、一応そのまあ、自分のモンスターに装備して、まあ、無限保養的な使い方をしたり、相手の、まあ、リンク召喚の素材になることを防いだりとか、まあ、そういう動きをしていきますと。でこれは強いんで3枚、まあ、大体アテンダントでセットするのはこれですね。で、このサイクロンコースターは結構ね、サーチ効果の方を使うんですけども、自分のフィールド上のモンスターに装備されていればマジックトラップカードを触れることができる、相手のカードをね。で、相手のモンスターに装備されていればデッキからアメイズメントモンスターをサーチできるから、まあ、基本的にはこのアテンダントで、ホラーハウス、それから、アドミニストレーターで、サイクロンコースターみたいな感じの動きになっていって、でこれでまあ後続をサーチして、でこれで相手のモンスターを無効にしてみたいな感じの動きになりますと。で、この時ねエクストラマジで使わないんですよまあ展開力もそんなにないですし学びなんでね、なんで、まあ、エルドリッチみたいな感覚に近いですかね。なので、まあドラゴン、まあ、パニッシメントとかからの、まあ、ヌトソーとかをねいっぱい入れてたりとか、あとドロソとして使える強欲で金満夏帽とか、剛剣とかが入ってるみたいな感じですね。で、やっぱ後ろ割られるとやっぱ結構きついので、まあ天国の王が、入ってるのと、アタックがやっぱ低いんで、このまあそのコミカとかアルレキーノとかは、なのでアタッカーになれるんですよね、これね、3000なんで。なので、しかもトラップカードめっちゃ発動するし、なのでまあ相性がいいかなと思ってアタッカー枠としても、天国の王を採用しています。はい。で、誘発はまあ、うららと増地で最小限にしていて、まあ、そんなにいっぱい引いてもトラップカードなんですぐ打てないから、なんかそんなま強いかなっていう感じはしないんだよね。なのでまあこのぐらいに抑えて、あとはまあトラップカードで頑張るみたいなね、そんな感じの構築になっております。で一応魔法カードのこのアメージングタイムチケットっていうのが800台払うと、自分のターンだったらデッキからアメイズメントを手札に加えることができるし、相手ターンだったらアトラクショントラップカードをセットできるっていう効果があるんで、しかもセットした、カードを発動できるからすぐにね。なので、まあ、これはまあうまいことね使っていく感じになると思います。でまあおそらく、スペル
アンチスペルイベントだと魔法カードが使えないんで、まあ、この辺が抜けることにはなると思うんですけど、そんなに体勢に影響はないかなっていう。まあ、一応ドローできないのはちょっときついけど、アドバンテージ稼げないから。まあ、それは相手も同じなんで。なので、まあ、ある程度はね、戦えるんじゃないかなと思うんですが、例えばここにアタッカー枠として、なんか覇王竜の魂を入れて、なんかその覇王竜ザークを出しに行ったりとかしてもいいと思いますし、なんか、覇王竜アメイズメントみたいな、デッキもできると思うし、なんかこの辺の魔法枠はね、皆さんでお好みで変えていただければいいかなと思うんで、はい。早速、この非常にテクニカルな、遊園地テーマ動かしていきましょう。デュエルスタンバイ。富士流ハイランドへようこそ。さあ本日はね、お客様に新アトラクションを楽しんでいただこうと思ってましてね、まずは強欲で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 ちょっとだけ金満夏暴発動、カードを100枚除外してカード2枚ドロー OK で、アメイズメントアテンダント、案内人ですね、これ、受付嬢。受付嬢を召喚し、受付嬢の効果により、アトラクショントラップカードをセット。さあ、まずは、お化け屋敷にね、を楽しんでいただこうと思っております。はい。で、これでエンドフェイズ。結構簡単でしょ？これでターン終了するんでね、割とね、短いです。はい。これで、テーマは。とりあえず、アトラクションホラーハウスを発動し、さあ、まずお客様、お化け屋敷はいかがですか？お化け足なにつらつら、いやそれはさすがにでもガーサス神戦じゃないこれ、後ろで割られるとね、このテーママジできついんでね、まあ、とりあえず神の先行を使ってツインツイスターは無効、4000もの大ダメージ。お客様ちょっとサービス拒否は困りますよ、遊んでいただかないと、せっかくこちらが用意したんですから、アトラクションたくさんちょっと遊んでてくださいよ。で、トラップカードが発動したため、アメイズメントアドミニストレーター、アルキーの特殊召喚、お客様困りますよ、クレームはっつって、なんか管理室から飛んでくる支配人ね。クレームは困りますって言いながら、管理室から飛んでくる支配人ね、これ。はい。お客様困りますね。当店では、そういったクレームは受け付けておりません。何？6枚な。うららで止めちゃってもいい気がするけどね、これ。まあ、どうせでも持ってきたやつうらら打てばいいっていう話もあるんだけど、難しいですね、これ。うらら打ちますか。うらら打ちましょう。うらら打ちましょう、さすがに。残り3枚でしょ。まあ、3枚は多分なんとかなると思うんだよね。で、一応お化け屋敷発動されてると、モンスター効果無効にできるっていうね。びっくりしてモンスター効果無効になっちゃうから、ホラーすぎてね。なので結構相手つらいんじゃないかなと思うんですよね。多分しかも巨奪もありますし、まあ、無限保有もあるんで、割と妨害するときにはかなり妨害できてるかなと思うんですけども、ちなみに一応ね、この支配人の効果でモンスターが召喚されると、はいはい、外長か OK。 一応ですね、アドミニストレーターの、効果によってロビーナに、トラップカードをデッキから装備して、でさらに、ホラーの効果によって相手のモンスターの効果を無効にしていく。ホラーがね、結構ね、強くて、自分のモンスターに装備されていれば、モンスター効果なんでも無効にできるよっていう。まあ、なんか不安なリスクが結構強い。で、アトラクションサイクロンコースターを、発動しておいて、で、即座にアトラクションサイクロンコースターを発動。相手のモンスターに装備されていると、このカードを墓地を送りながら、アメイズメントモンスターを持ってくることができる。で、アメイズメントアテンダントを持ってくる。こんな感じの動きですね。はい。もうひたすらに受付場で受付場させてるみたいな感じ。インフェンス終了前。ああ、よしよしよし、止まった。オッケー。完璧。完封。まだだって棒が2個残ってますからね。最強でしょ？はい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 。オッケー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 。全然問題ない。これはまあさすがに勝ちだな。一応アドミニストレーターの効果はちょっと温存しとくわ。まだワンキル取れないから。で、とりあえず受付場を召喚して受付場の効果でもう一個あれだね、地図とか破壊できるように一応サイクロンコースター持っていっておこう。でバトルフェーズ入る。でバトルでぶん殴っていく。オッケー。そして受付場でぶん殴っていく。オッケー。よしよしよし、いいぞ、素晴らしい。よし、完璧だ。完封できてる。このカード、えげつないカードさ。あっ、きっこうかこれ。
これ一回、虚脱で自分戻そう。虚脱で自分戻します。やばいな、虚脱。虚脱ここで使わざるを得ないとはな。なかなか厳しい、展開だな、これは。しょうがねえな。で、虚脱で戻して、で、拮抗で、いや、まあ、無限包囲を残すしかないかな。無限包囲を残すしかないし、多分ね、不安だリーズはね、無限包囲がめちゃくちゃきついと思うから、これ全部いっちゃうけど、しょうがないね。いや、拮抗鬼強いんだけど。まあ、でもまあ、言うて、支配人はね、一回、控室に戻って、もう一回出てくることができるんで、ここで支配人がまた出てくる。ほら、お客様、ちょっと大クレームは困りますね。で、カードを1枚セットして、やべえ、なんかアメイズメントカードどっか行ったわ、全部。で、田代、拮抗勝負は強い。ただね、結構クレーム処理能力高いんでね、支配人は。支配人を戻してもう一回支配人出てきたんで、まあ、これは結構不安だり全体にとってはかなりきついかなっていう。無限2枚はね、多分ね、結構ね、抜きづらいと思うんだよね。あ、一番腐る顔きた、一番腐る顔きたわ。召喚じゃねえか、これ。これ召喚だろ。増殖する陣召喚、どうせ投げないから。まだ足んねえのか、あと100足んねえのか。バトルするしかねえ。いけ、増殖する陣。うわ、増殖する陣はアタッカー、アメージメントレッキャーだとね、増殖する時はアタッカーになるとはね、意外とね、あるかもしれない、もしかしたら。で、ビン2、さすがに無限2枚はきついはずだ、相手で、エンド。弱え。なんだこのクソ盤面。不安だりでよかったわ、相手。ああ、外調駆除成功するんじゃねえか、これ。よーし、ご来園ありがとうございました。スイッ、ああ、オッケー、オッケー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 、強い強い強い、反応強い、非常に。これ増殖する G あるね。増殖する G はね、あまりにも刺さんないからね、このデッキで。で、アメイズメント、アテンダント、まず受付嬢を召喚して、受付嬢の効果、デッキからアメイズメント、トラップカード、あー強いね。まあ、ここはまあそんなに痛くないかな。まあ結構後ろが強くなるんで、これ無限サイクロンコースターなんで、まあ割と強いから、まあそこ無効にされてもそんなに痛くないかなっていう。で、あ、これ出せんのか、これ。相手の無限包囲も出せんのかもね。で、これ増殖して打たれるでしょ。あ、オッケー、了解。まあここで打ってくるのは別にいいや。で、アテンダント、これどうせ1枚しかドローできないんで、手札交換しかないんですよ、これ相手。なんでそんなに痛くないです、これ。増殖する地位が重くないタイムの時ね。まあわらびだからね。で、まあエルドリッチみたいな感じだな、感覚的には。で、セットジャックナイツ一応ケアしますかね。はい。で、エンドで、今何が妨害があるかっていうと、一応サイクロンコースターはあんま関係ないが、今サイクロンコースターはあんま関係ないけど、魔法トラップカード一応もしかしたら持ち送るかもしれないっていう効果と、レディーデバッカーはさすがに無効じゃない。いや、まあさすがに無効な気がするけど、とりあえず一回アテン、アドミニストレーターの効果で、裏締めにしたらいいか。これ裏にしたらもう無理。あ、ウサギ強いな。ウサギ、やばい。支配人さん。いや、まあじゃあ一応ハンド3枚になったから無効にするか。ハンド3枚になったら無効にしよう。レディーデバッカーを、対象にとって効果は無効にして、でだ、支配人の効果でアメイズメント、あ、じゃあアトラクショントラップカードを相手に装備する。でですね、まあさすがに一回お化け屋敷かな。お化け屋敷ですね。お化け屋敷で無効になって、でサイクロンコースターを発動して、でサイクロンコースター装備して、でサイクロンコースターの効果でサーチ入れる。お客様にジェットコースターを、強制的に乗らせて、で、これどっちにしよっかな。さすがにでもこれ一回支配人か。アタッカーになるしな、支配人いないと。裏にしといた方がいいかな、これ。裏にしといた方が良さそう。なんかカード使いすぎかな、これ。一応裏にしといた方が良さそう。モンスター裏にして、で、これで多分特殊召喚。なんかいないとできないでしょ、いろいろ。お化け、よし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 、お化け屋敷がさ、
あのあれなんだよね、あの無効にするか裏にするか、まあ、どっちかなんで、これ両方とも使えたら最強だったんですけどね。まあ、結構カードは強いな。やべえ、でもレディーデーバッカーの守備が受付嬢では超えられねえ。受付嬢打点が低すぎてレディーデーバッカー超えらんねえんだけど、やべえ、エンドするしかねえ。弱え、なんて弱いんだ。どうしよっかな。一旦表にして、一回表にして、で、支配に出しとこう。で、受付嬢を出して、で、アルレキーノ出しに行こう。さ、トラップカードが発動したため、アルレキーノ手札から特殊召喚。さあ、お客様楽しんでくれていらっしゃいますか。さあ、お客様のモンスターに、あのアトラクションを強引にお勧めするモンスターが、飛んできますよ。で、まあ反転召喚はされるのはもうしょうがない。これに関してはもうしょうがない。で、モンスター召喚とかもしょうがない。一体でリンク、なるほど。あー、オッケー、そっちね、サラマングレイトね、オッケー。サラマングレイト、まあとりあえず一回、アドミニストレーターの効果で、ベイルリンクスにアトラクショントラップカードを装備。これで、サイクロンコースターを装備して、これ魔法罠送れるからさ、ちょっと一回置いとこう。マイニングオッケー。手札1枚切って、ハートね、オッケー。これ多分サーチ入ってないから、多分手札の中にサンクチュアリあるね、1枚。1枚サンクチュアリで1枚ファルコ、オッケー。ファルコ、了解。ってことはガゼル持ってるんですよ。持ってねえのかな。とりあえず、ガゼルは絶対に無限保有するから、あ、ファルコなんだ。なるほど。いや、これ裏にしたら止まると思うんだよな、これ。これまず、アトラクション、ホラーハウス、お化け屋敷を強制的に相手のモンスターに装備して、で、お化け屋敷装備して、で、お化け屋敷効果、裏にして、で、リンク素材にはさせない。陰キャだな。一滴きつっ。なるほど。結構強引に動いていくんだ、でもそれ。一滴発動。まあ、チェーンはしなくていいや。まあ、ここ今もう、無限保有しかないです、妨害は。で、一滴効果で、いや、意外とこういうね、なんかちょっとやりとりが発生するんで、意外と面白いですよ、テーマ。で、ファルコ効果。サラマングレイト、マジックトラップカードを自分の人にセットすることができる。で、ハートセット OK。ハートセット OK、しょうがないか。でハート発動ってことは、ここの効果使って、一応持ってきて、それでですね、ハート蘇生されるでしょ。多分ね、無限合用で止まんじゃねえかな。うん、ハート OK。 ガゼル持ってこなかったのはなんでなんだろう。召喚器使ってなかったよね、あれね、まだね。無限合用ケアしちゃうかな。で、一応、ファルコを特殊召喚して、で、2体でリンク召喚は行うことができるが、いや、多分ね、明治でしょ、これ。多分明治だよね。明治か、まあ、なんだ。あと何ですか、サラライトウルフか。まあ、明治だよな。いや、多分明治、これ多分相手の手札、あと1枚残り3クチュアリだから、これはね、法要で止まりますね。これ法要でストップ。止まるよな。あと残り1枚、さっきサーチ入ってなかったから、あの1枚多分ね、サンクチュアリだと思うんだよね。はい。でスプラッシュベージ無効にされると結構きついんじゃない。よし、オッケー。あ、でもこれあれだったら持ってくんの。じゃあ、あー、強いわ、強かった。で、強欲な壺を発動。カードを10枚除外して、カードを10枚ドローして、カードを10枚ドローで、アメージメントアドミニストレーターの効果を発動し、アトラクション、トラップカードをゲームから除外すると、除外した数だけ相手のカードを破壊できる。ほら、消えろ。あ、そうか、あれか、あのベイルあんのか。ベイルあんのか。めんどくせえな。まあまあまあ、しょうがねえか。まあでも、サンクチュアル1枚とハート1枚でしょ。いや、なんとかなんだろう。とりあえず、まあ攻撃表示するしかないね。これ、あれだったわ、カキモンスターでよかった、さっき持ってくるの。なんか調子乗って、支配人にしたけど、支配人じゃなくて、多分
受付場でよかったっすね、持ってくるやつ。まず4000ダメージ、まあ、これを2回捨てれば勝てるんでね。わかりましたわ、これね、わかった、俺わかっちゃった。あのね、ハートは転換に使われるから、これ多分ね、ハート割った方がいいんだよ。これトルメフェニックスでハート割って、あれを残しとくともう無限に展開されるから、もうこれの苦渋の選択でウララを捨てて、ウララ捨ててハート破壊するっていうやばい動きで、カードを1枚にセットで、これで多分巨奪あるから、あと1枚サンクチュアだから、相手のハンドあれ多分ね、生き物引いたところで多分ね、なんとかなると思う。多分生き物引いて召喚剣使ったそいつを戻せばいい。でアメイズメントアドミニストレーターアルレキンを出して、オッケーよしよしよし、結構やり取りあってこう楽しいわこのデッキ。あー何もねー、あ無限紅葉ぐらいしか入ってねえけどな、このデッキ。なんかその天候で相手のあの妨害をするカードな。リロード、何なんだそのなんか不穏なデッキだな。リロードするデッキはろくなデッキじゃないとおばあちゃんが言っていた。誰やお前、一人帽子は、あ、そういうタイプ、やばい、テテスターボだ、やばい、テテスターボはやばい、うわやばちょ、やばいやばいえれえ強引なテテスターボだな。あれだぞ、一応テテスはあの展開で確定する動きある。あでもハリファイバー行ったのか、ハリファイバー行ってるか知らん、なんかあれだけどかもしれないけど、なんかあれだぞ、確定する動きあったぞ昔。ハリファイバー行ってるからどうなんだわかんないけど。でカードを4枚ドローしていく。でテティスの効果、やばいやばい、これ結構やばいかもしれん。これね、あのテティスターボってどういうあのギミックかっていうと、天使族モンスターをドローするとなんか相手に見せつけてさらにドローするっていう効果があって、まあ、天使族をドローし続けることができればなんか一生ドローが止まんないんですけど、リロードとかね、そのうちのことみたいなカードが入ってるとなんかデッキの中全部掘れるっていうギミックなんですよね。まあこれあのクソレッキ実況工場である、クソレッキ実況工場、クソレッキ製造工場である、まあ、リュウ実況チャンネルの視聴者であればね、あのよくご存知かなと思うんですが、全部引かれた、全部手札引かれてもたやば、シドリミコード、レドリミコード出た、シトレジャン、わかんねえ、これ何すんの俺、フェンダー召喚か、なるほど、2から7スケール、なるほど、あ代行者ヴィーナス出てきすぎじゃない？フェアリーアーチャー誰？フェアリーアーチャー誰？ヴィーナス、セイクリッドヒアです。マジ誰？一旦にしてこのカードの役者さん、ライティフィード上のモンスターすべて、表側を守備する。へぇ、セイクリッドヒアです。はぁ、あ、表側を守備する。今いないぞ。送りつけるのか？わからんな。自分のエンドフェーズ？これ何このカード？謎。自分のスタンバイフェーズに自分のフィールドのセクリティクシズモンスター1体と自分の墓地のセクリティモンスター1体対象にとって、その墓地のモンスターをそのエクシズモンスターの下に加算的施設する。こっちはねえか、自分のインターフェースに自分のフィールドのエクシズモンスターを持ったセクリティクシズモンスター2体対象にとって、そのエクシズモンスター2体のエクシズモンスターを全て除いて相手のライフを半分にする。俺4000ってこと、私ライフ4000、ああどっかいたぞ、どういうこと、お前何がしたい、何をしたいんだこいつは、アフターグローってこと？これもしかして残り1枚アフターグローってこと？あ、そういうこと？あれ？これ待って、これあれか、一時休戦使ってるからダメージ与えられないのか相手に、相手、そういうことか、なるほど、まあなっていうか一時休戦使われるまでもなく、あの相手のライフを削りきれんっていうね学びだから、その高校から相手のライフを削り切る技術がないっていうのなんだけど、これターン終了することしか僕できないんですけど、なんかありますなんだそのカードは、うわー痛ー痛ー